DS PDS ペガレスマイザンで京都ね、メガネで住みません系 YouTuber なってるです。お目が疲れちゃってね、頭痛くて頭良くてすみません。京都ね、人生でカンニングはしたことありますでしょうか。もう僕のね、小中はね、そんなんでもなかったんですけど、高校はね、ほんと中二資金だったんですよ、ナルトの。もうどうやってカンニングするかね、みんな頭使って出す。スマホで出るところ写真撮って拡大してみたりとか、で、平気で隣のやつ見たりとかもね、してるやつがいて。僕はね、そんなことなかったんですけど、今日はね、カンニングペンを作ってきてます。まあ、カンニングペンというかね、ペンにメモ帳をつけてるだけなんで、別にカンニングじゃないですよ。はい。で、こういうやつも多分売ってると思うんですけど、なんかね、買えなかったんで、ちょっと自分で作ろうかなって思いまして。これ100均でね、まあ、買ったやつなんですけど、これどうにかね、なんかメモ帳を埋め込みたいんですよね、かっこよく。バレないように。バレたら僕の負け。バレなかったら君たちの勝ちですよ。で、これ買いましたね。ホットナイフ。すごいですよね、これ。ハンダコテとナイフが合体したやつで、こんなの売ってんだって感じで。絶対にね、カンニングしちゃダメですよ、マジで。勉強っていうのはね、ほんと頭の体操なんで、頭使わないとダメですよ。はっはっ。よし。ではちょっと、切れるかな、これ。バイバイ。あ、すごい、ジュージュー言ってる。皆さんは真似しないでくださいよ。はい、このようにね、切りました。すごい汚かったんで、白い方でリベンジして、こっちの方がまだ綺麗ですよね。あ、ちょっと黒いの映っちゃったんですけど、で、こういう風に被せます。続いてはね、紙を入れるんですが、このぐらいの大きさのね、紙を切ります。5マスだ、5マス。で、このように切ったら、ここに巻きつけます。なんか、ボンドか何かで。セロハンテープでいっか。すごい、旗みたいになってかっこいいっすね。はい、なんでね、完成しました。イエーイ。どっからどう見ても、シャーペンなんですが、引っ張ると、ちょっと新ジャッキなんですけど、ほら、すごいすごい。あれれれ、なんかおかしいぞ、なんかおかしいぞ。まあ、こんな感じで、ほら、巻物みたいになってて、ここになんか書いておきましょう。はい、こんな感じでメモができますね。 PDS 天才いけてる、惚れるわ。 1+2 は 3+4 は7。実践ではね、もっと字を小さくしてね、やると思うんで、まあ、これちょっと大きすぎますけど、こんな感じで書けますね。で、戻すときはすっごい手間がかかるんですが、やっぱ男のロマンはね、こうめんどくささも ついていくんですけど、って感じですかね。証拠隠滅、イエーイ。はい、ということでね、カンニングペンでした。ぜひね、中二試験とかでは使っていいと思うんですが、普通のテストではね、使わないように。あと先生見てましたら、こういうペンもあるんで気をつけてください。 PDS にしてはね、頑張ったんじゃないかって思った方はね、グッドボタンお願いします。ダメッシュ&プッシュ。 PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。